であるロンドンドで生まれた父親のエドワード・グドールはリーズ出身の成功した版画家で有名画家の原画をもとに版画を制作した。兄のエドワード・アンジェロ・グドールも画家として成功した。父親から美術を学び、14歳の時にはロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展し、 銀メダルを受賞しアカデミーの展覧会には1838年から1859年までの間に27回出展した。1840年代後半から1850年代にフランス、ベルギー、アイルランドを旅し多くの作品を描いた。1858年に初めてエジプトを訪れ、1870年に再びエジプトを訪れた。 1858年のエジプト滞在時は、ドイツ生まれの画家、カール・ハーグとスタジオを共有し、カイロの街や郊外を共にスケッチした。1870年の滞在時には、ピラミッドの多くあるサッカラに住み、エジプトの人々の観察した。グドールの作品の中で、中東を題材としたものがある。1852年にロイヤル・アカデミーの巡回員に選ばれ、 1863年に正会員に選ばれた。ありがとうございます。